鍋島勝重は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名、ひぜ佐賀藩主。天正八年十月二十八日、竜造寺鷹信の重臣であった、鍋島直重の長男として、石井製殺の屋敷で生まれる。母は、石井常延の,の次女、彦鶴。一時期、竜造寺鷹信の次男、工場歌手の養子になったこともある。鷹信の死後、 龍造寺聖家は、豊臣秀吉から、非全国七軍三十万九千九百二国を安堵されたが、主院状は龍造寺高房宛てとなっている。鍋島直重は、うち三万国余りを与えられ、龍造寺史上の支配を委任され、実権を握った。しかし高房が幼少であることから、筆頭重心である鍋島直重が代わって、国政を行う状態という、 家徳と国政の実権が異なる状況が続いていた。そのため、鍋島家は正式な大名ではなかったわけであるが、勝茂は豊臣時代からすでに大名正氏としての扱いを受けていた。朝鮮出兵においても父、直茂が竜造寺軍の総大将として出陣している。天正十七年、豊臣秀吉より豊臣政を下視された。慶長二年からの慶長の役では、 父と共に都会し、ウルサン城の戦いで武功を挙げた。慶長5年の関ヶ原の戦いでは西軍に組みし、伏見城攻めに参加した後、伊勢国阿蘇津城攻めに参加するなど、西軍主力の一人として行動した。しかし父、直重の急死により、すぐに東軍に寝返り、立花宗主の柳川城、小早川周防の久留米城を攻撃した。関ヶ原本戦には参加せず、 西軍が敗退した後に、黒田長政の仲裁で、徳川家康にいち早く謝罪し、また先の選考により竜造寺家は、非然国佐賀の本領安堵を認められた。ただし、領内の戦後処理で勝茂の直轄領は急戦国となった。徳川への配慮と、東軍参加の家中諸将への示しをつける形式的な処分であるが、 結果的に後に文系が勝重を軽んじる要因になる。また、明大の軍勢が家康から直々に、にぎらいの言葉を得た、竜造寺茂綱には、勝重を越す12,108国の大量を与えざるを得なかった。茂綱の子孫は竜造寺4家の一つとして、発言力を増していく。慶長12年に、竜造寺高房、後を、追うように聖火が死去すると、 勝重は、幕府公認の下で後を継いで、龍造寺家の医療を引き継ぎ、佐賀藩主となり、父の貢献下で反省を騒乱した。勝重はまず、龍造寺家から、鍋島家への滞こりない政権以降に従事し、龍造寺家臣団と鍋島家臣団の整理を行い、各家臣から、起承文を改めて提出させ、内乱の防止に成功した。このように、竜造寺家から、 鍋島家への継承は、竹の同様な例と異なり、ほとんど血を見ずに成功したものの、鍋島分け猫伝説などの説話が交換に流れ、葛重は歌舞伎や講談では主家を乗っ取った悪役とされてしまっている。これには、龍蔵寺高久が佐賀藩の実権を取り返せないことに絶望して自害したとされること、葛重の一子が突然死したこと、 また、関営年間に高房の子、竜蔵寺白庵が、佐賀藩の統治権の返還を執拗に幕府へ願い出た、ことなどによる。幕府は、その都度白庵の訴えを却下し、最後には、江戸所払いにした上で、三大将軍、徳川家光の異母帝であり、格老の藍津藩主、星名正幸に五十人ぶちで、絵預けとした。ただし、勝重はこれらの件に対して、 例えば一死の突然死後に半ば錯乱した父、直茂が、巫女の占いを信じて、歌死数人を殺害すると、これをいめる書簡を江戸から送り、白案の訴えには、恩便に処理するよう幕府に願い出たりしている。一方で、旧龍蔵寺家臣団と鍋島府大の家臣団の、いずれにもほとんど粛清がなかったために、国高のほとんどは、家臣団への治療分となってしまい、 藩主の直轄領が六万国程度しか残らず、藩政当初から財政面において苦しむこととなった。このため、佐賀藩では、その後、一貫して干拓など、増収政策に取り組むこととなる。またこの間、検知を実施して三十五万七千国の国高がある、ことを明らかにし、これに先立つ慶長七年より、佐賀城、橋池城を金世城郭にふさわしい定裁を、 備えるべく築城し、鍋島家統治の象徴とした。慶長19年からの大阪の陣では、幕府方に属した。官営14年からの島原の乱に出陣するが、家臣が軍律違反を犯したため幕府に処罰された。明暦3年3月24日、死去。京年78、着村の道重が後を継いだ。 佐賀藩、鍋島家の伝製品を収蔵する佐賀市長古館では、葛重の甲冑、青漆塗萌木糸おどし2枚道具足が所蔵されている。葛重が島原の乱で着用したと伝わり、葛重橋氏の人大直長が配慮し、その子孫の鍋島内機化に伝来した。青漆とは、漆に愛や意識を混ぜて発色させる技法で、江戸時代中後期に考案されたとされる。 なお、青漆という名ではあるものの、実際の色は、青ではなく緑である。この甲冑の修復と複製品の作成が、横浜市の甲冑ち市、西岡文雄に発注されたが、江戸時代初期に、青漆技法は存在しなかった可能性が高いなど、作業過程で多くの疑問が生まれ、東京文化財研究所保存修復科学センターの北野信彦に科学的調査が依頼された。その結果、 青漆ではなく、西洋絵画の油絵具に近い技法で作成された塗料であることが明らかになった。近年の調査研究の結果、他の甲冑や障壁画で同様の例が発見されている。ありがとうございます。